3歳の頃に初めて水族館にいたんですけども、泳いでるサメの姿を見てずっと離れなかったんで、その両親がもうなんでそこから離れないのって聞いた時に、たまたま清掃員の方が中を掃除してたんですけど、食べられるまで私はここ離れないって3歳の時に話したって。岡西優奈と申します。東京都出身です。書家として活動しているんですけれども、今はその書の線を現代アートにした現代アーティストとしても活動しています。書道、伝統的な書というのは線の芸術ですね。まあ、自然界のその曲線っていうのはやっぱり小さい頃からすごく好きだったんです。書を始めたのは7歳の時からなんですけども、書き始めた時も曲線的な線を描くので先生によく直されていたんですね。でもその自然界の曲線を描きたくて、どんどん曲線の線を描くんですけど、でも直される。絵画っていうのは物体の輪郭から出発しているんですけれども、書の線というのはこの筆者の心の心象の部分が出てくるものです。より曲線を誇張して描くというのが私の作品なんですけれども、その違いっていうのは自分自身の心象の部分が描かれるという意味では一緒だと思うんですけれども、何を考えてるかっていうところが違うと思うんですよね。自分自身のオリジナルの書になっていた時っていうのはより曲線的、その曲線っていうのは自然界に存在している、その自然界に宿っている曲線ですね。花がこう舞い散る姿であったりとか、野生動物が駆け抜ける姿であったり、雲だとか枝であったりとかっていう、その曲線を私はもっと誇張して描きたいです。やっぱり自然界の中で最たる美しい存在はサメであるっていうことに気づいてから、もうサメの虜になっていくわけなんですね。サメっていうのは恐竜よりも前から存在してるんですよね。何億年も前から存在してきて、綺麗な海を彼らは必ず見てるはずなんです。綺麗な海からどんどん汚くなっていった海も全部見てるはずなんです。でも彼らが見てきた綺麗な海を私は取り戻したい。もっともっと太古の海を理想として描いている青の色を描いています。なので光が入ってきている状況であったりとか、少し緑がかって後ろに見える岩場であったりとか、少し小魚が目の前にやってきてちょっと色が入ってきたりですとかっていう青い海の部分、銀の線で上に線を描くんですけれども、それはサメが泳いでいった軌跡、彼らが泳いでいった跡を描いている線です。今ではサメと一緒に海の中に潜って一緒に泳いだりもするんですけれども、サメって骨がすごく柔らかいので、すごくこう美しく泳いでいくんですよね。その美しさをとにかく描きたいっていう思いで描いています。人間のエゴによってやっぱり争いだとか環境汚染が起きているっていう現状で、それって必ず私たちに返ってくるものだと思ってるんです。実際に今返ってきてますよね。そういうことがもうこれ以上起きないように、私たちが自然と生きているんだってことを、調和しながら生きているんだっていうことをアートを通じて伝えることが私自身の役割であり、地球の笑顔を取り戻すっていうことが私のミッションですね。今のこの現代の中で何か大切なものを忘れて、みんな足が前に出んって歩いてるんだと思うんです。でもきっとその何か大切なものっていうものが、答えが禅の中にあるんだっていうふうに私が感じているんです。禅は自分自身を空っぽにしていく作業だというふうに思ってます。一番大事なのは自分自身が本来の自分、あるがままの状態に元に戻ることだと思うんです。自分自身がどういう人間なのか、どういう心の状態なのか、そのことをまず自分自身に受け入れて、そして行動していくこと、いろんなさまざまな現象、とにかく大切なことが禅の中に含まれているというふうに思っています。私にとって禅とは人生の学びですかね。